はい。皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。Amazon で新規出品登録をする際に、どんなバリエーションで登録すればいいのか、かなり迷ってしまっている方多くいらっしゃるんですね。今回はバリエーション出品の方法について、 前提となる基礎的な知識の部分と、そして実際にじゃあどういうバリエーションで登録すればいいのかという提案について話しさせていただきたいと思います。20枚のフリップと、あとは実際のセラーセントラルの画面を使って説明させていただきますので、ぜひ最後までお聞きいただければ幸いです。改めまして今回は41種類もあるの。 ずるいバリエーション出品の方法についてお伝えさせていただきます。41種類っていうのは、カテゴリーによってはバリエーションの種類が41種類あるっていうことなんですが、その41種類全部覚えるってわけではなくてですね、あくまでもずるいですから、なるべく簡単にバリエーション出品迷わず的確に行うための方法をお伝えしたいと思います。先に今回の目次です。 まず、バリエーション出品の基礎知識についてお話しします。単品出品を登録した後、単品出品で登録した後、バリエーション出品に変更することっていうのはできませんよ、ということを皮切りに、バリエーション名も後から変更することはできないので、スペルミスをしてしまった場合は、バリエーション自体を削除したり、その後追加したり、っていうことはできますので、そちらで調整してください、という話をします。 次に2番で、バリエーションの種類について説明します。カテゴリーによっては41種類もあるんだけれども、大切なのはあくまでもサイズとカラーバリエーション。あとは場合によっては、正確に言うとアイテムパッケージクオンティティって言うんですが、数、クオンティティ、これがまあ多少意識した方がいいかなというものです。とにかくサイズカラーが大切だという話をします。ずるいカテゴリー出品ということで、とにかくカラーバリエーションを多用する。 で、時々必要に応じてサイズバリエーションも使う。本当にごく稀に数のバリエーション、アイテムパッケージ、クオンティティを使うという話をさせていただきます。そして4番、実例実践ということで、最低限の出品登録をしていき、その中でバリエーションの設定までどのように行っていくのかを実際のセラーセントラルの画面上でお伝えさせていただきたいと思います。 こちらの目次は本動画下の説明欄にも貼らせていただいております。各目次の前に数値が書いてあると思うんですが、そちらをクリックしていただければ、該当する場所まで一気にワープすることができますので、ぜひご活用ください。 先に今回のポイントです。今回の最重要ポイントは、カラーバリエーションをもっと自由に使いこなすべしっていうことなんですね。まずカラーバリエーションを多用するっていうことが大切なポイントなんですが、それ以上にカラーバリエーションだから色の名前しか入れちゃいけないんじゃないか、みたいに固く考えている方が多いんですが、ぶっちゃけた話、もっとざっ ざっくりと捉えてしまっていいですし、ざっくりと登録してしまっていいんですね。そこが今回一番大切なポイントになります。皆さんの作業を円滑に進める上でも非常に重要になってまいります。では早速バリエーション出品の基礎知識話をしていきます。単品出品で、要するにバリエーション登録せずに単品の出品で出品登録したページを後からバリエーション出品に変更するっていうのは基本的には不可能だって考えてください。例えば、 初回テスマは単品出品するけど売れたらカラー展開もしたいなって思ってる場合は、初めからカラーバリエーションで登録する必要があります。次に、カラーバリエーションで出品登録したページを後から別のバリエーションの種類に変えることっていうのも、 できません。例えば、カラー出品したんだけども、ゆくゆくは受注生産も行って、サイズ展開もしていきたい。するかもしれないっていう場合は、初めからカラーだけではなくて、サイズ、カラーのバリエーションで出品登録するようにしましょう。初回の出品の際に、 サイズ展開をしないにもかかわらず、サイズカラーで登録するとその分多くジャンコード、バーコードを使うことになるんですけど、それってどうなんですかって思う方いらっしゃいますが、そこは出し惜しみしないでください。1000個もありますから、バーコードって、それを使うってことはまずないんですね。全て使い切るっていうことはなかなかありえないんです。また万が一全部使い切ったとしても、1000個追加でまた申請を出すことができますので、ジャンコードを出し惜しみなく使うというのが大切なポイントになります。 そして最後、バリエーション名自体は一度登録したら変更することはできません。ですから、スペルミスなどを5期登録した場合っていうのは、一度そのバリエーションっていうのは削除して、新しいバリエーション名で追加するっていうことができます。 次にバリエーションの種類や内容っていうのはカテゴリーによって全然違うっていうことについて話しさせていただきます。こちらのカテゴリーは簡単に言えば女性のコスチュームのカテゴリーなんですが、バリエーションのテーマ、 というところをクリックして、バッと、バリエーションの種類が出てくるのを数えてみると、全部で8種類あるんですね。一方、クッションや枕カバーだとか、そういったカテゴリーになるんですが、実はこれ41種類もあるんですよ。これを全部覚えなきゃいけないとなるとですね、うあ、と、こんなん全部覚えていくのはやってらんないよって誰だって思うと思います。私も思います。ただですね、実はバリエーションって、すべての種類を覚えないと出品 登録ができないのかというと決してそんなことはないんですね大切なのはサイズとカラーあとはアイテムパッケージクオンティティというアイテムの数ですね靴下10足セットだったらアイテムパッケージクオンティティ10っていう風に書くこともできるんですが3つだけ覚えれば十分なんですよしかも先ほどの女性用のコスプレのバリエーションの種類を見てみると緑のところがカラーサイズなんですがカラーサイズこちらとこちらとこちらと3つあるわけですねでサイズに関してもサイズ サイズネーームっっててていいううに重複してるんんだだけけれども名前がが違うバリエーションがずらって並んでいますじゃあなんで同じバリエーションなのに違う名前のものがたくさん表示されているのかということについてテクニカルサポート、セラ専用の窓口に直接聞いてみましたところ、答えとすればいずれを選択した場合でも反映結果は同一ということなんですが、公式の見解読まさせていただきますね。重複しているテーマはいずれも過去に利用されていた経緯がございますが、 リエーションテーマ、等廃合に際してシステム上過去の登録を完全に削除されず、現時点でも重複したテーマが表示されている状況となっております。要するに、昔の名残がまだ残っちゃってるよと。我々が選択するときは、同一のものが3つ並んでいたら一番上のものを選択すれば問題ないと。迷うのももったいないので一番上のものを選択するっていうふうに覚えておいてください。 では、今回のメインイベント、ずるいカテゴリー出品についてお伝えします。ずるいイコールなるヤで簡単に行うバリエーション出品の方法ということなんですが、ほぼカラーバリエーションで OK。 これがコツになります。例えば、赤い T シャツと青い T シャツ、色違いの T シャツを同じ商品ページで出す場合、英語で書くと、例えばワインレッドとスカイブルーみたいな形でカラーバリエーション登録するのはどなたでもわかることだと思うんですね。じゃあ、例えば赤い T シャツ2枚と赤い T シャツ4枚のセットを出す場合、これアイテムパッケージクオンティティというバリエーション、数のバリエーションで出すこともできるんですが、赤い T シャツ2個セットと、 赤い T シャツ4個セットっていうカラーバリエーションの名前で出せばいいということです。また、10インチの黒色の時計と12インチの白色の時計を出す時も、通常だと10インチ12インチっていうのはサイズですよね。で、黒色白色っていうのはカラーなんですけれども、 10インチの黒の時計っていうカラーバリエーション名と12インチの白の時計というカラーバリエーション名を用意すればカラーバリエーションだけで出品することっていうのもできます。ここで一つシステム上の話をさせていただきますとバリエーションの種類っていうのは基本上限2種類なんですよ。 ってことは、3種類以上の場合っていうのは、無理やりでも2種類のバリエーションにまとめる必要があるわけですね。例えば、サイズ M とか L とか XL と、あと色違い、赤とか青とか黒、そしてセット枚数、2枚入り、4枚入り、6枚入り、この3つのバリエーションに登録したくてもできないので、その場合、登録上はサイズカラーバリエーションで登録するんですが、 カラーの方に色の情報と枚数の情報っていうのを入れる形になります。逆言えば、色のバリエーション名だからといって、色以外の情報を含めてはいけないのかっていうと、そういうわけではないという話なので、そこら辺自由な発想で臨機応変に対応していただいて、 OK です。また先ほどから申し上げているんですけれども、アイテムパッケージクォンティティっていうものは何かっていうと、一つのパッケージに同梱される同一商品の数。例えば、靴下の10足セットの場合は、アイテムパッケージクォンティティ10っていうふうに記載することができます。全く同じ商品で、ただ5枚セットと10枚セットと15枚セットってバリエーションを作りたい場合は、アイテムパッケージクォンティティで登録することも可能なんですが、ぶっちゃけた話、それもカラーバリエーション名で登録しても、 問題ないと思います。 また、そもそもバリエーション出品に適していない商品は何なのかっていうと、こちらバリエーション関係の利用という Amazon の公式ヘルプ内に書いてあることなんですが、商品名を一つにすることができないものはバリエーション出品しちゃいけませんよと、無理やり一つのページでバリエーション作って売ろうとしても、T シャツとカバンだと全然キーワードが違う、タイトルが違うわけなので、そういうものっていうのはバラバラで出す必要がある、別々の商品ページで出す必要があるということも覚えておいてください。 実は3種類のバリエーションを設定できるカテゴリーっていうのもあるにはあるんですよ。例えば T シャツのカテゴリーだとスペシャルサイズタイプというターゲット層ですね。男性とかくよかな男性だとか、そういった名前と、あとはサイズネーム M とか L とか、そしてカラーネーム赤とか白とか、この3つのバリエーションで登録できなくはないみたいなんですよ。ちなみにスペシャルサイズタイプっていうのは何なのか覚えなくてもいいんですが余談で申し上げさせていただきますと、例えば 例えば若者だとか大人だとか大きくて背が高いだとかあとは体が小さい体が小さいけれども服用かなみたいなこういったターゲット層のバリエーション名っていうのも決めることができるってことですねただこれってちょっと曖昧なくくりになってしまうのでそういう意味でもあくまでも我々は2種類を上限としたバリエーション出品をする基本的にはカラーバリエーションを一番多用して必要に応じてサイズバリエーションも設ける 枚数に関してはカラーバリエーションの中に入れ込んで、 赤2枚セット、赤4枚セット、みたいな形で記載すると覚えてください。Amazon の販売ページをチェックしてみると、サイズとカラーとナンバーオブアイテムズ、要するにアイテムの枚数ですね。T シャツ6枚セットだとか12枚セットだとか、こういったバリエーション設定で売られているページもありますので、余計にあれなんでこれ自分できないんだろうっていうふうに悩んでしまう方もいらっしゃると思うんですが、テクニカルサポートの回答とすれば、 amazon によりテスト的に作成されたページであることを確認いたしました。現時点で amazon 以外のセラー様に同じバリエーションテーマでの作成は許可されておりませんためということなので我々はあくまでも2バリエーションで出品するっていうふうに考えていただいて間違いないかなと思います。というわけで今回はバリエーション出品の基礎知識と 重要ポイント、カラーバリエーションを多用する、サイズバリエーションも時々必要に応じて使う。あともう一つ考えるのであれば、アイテムパッケージクオンティティだけれども、そちらに関してはあまり意識しなくてもいいかなという話をさせていただきました。とにかくカラーバリエーションの中に何枚セットみたいな情報も入れ込むことができますので、バリエーション出品する際はあまり難しく考え込まずに、特にいろんなバリエーションの種類があるんですが、カラーとサイズ、あとは、う パッケージクオンティティもちょっとだけ意識するだけで十分だという話になりますこの後はですね サムネイル画像を表示させるためにカラーバリエーションっていうのはものすごく重宝するんだよっていう話と実際に Amazon のセラーセントラルの画面上で出品登録を行う際バリエーションを決定するところまでのステップっていうのを具体的にお伝えさせていただきたいと思いますのでよろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いですではまた失礼いたします